よっこいせー、ジャッジアイズやっていけ。ん、おカイドウか。あれカイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。お前自由だな。なのにここでまた飲んでんの、俺の酒を。キムタクの酒を勝手に飲む男。で、なんか仕事入ったか。ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め。うん。それも殺しの。ピエール滝のやつやね。現代事務所でか。最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？こいつも元同じ組だもんね。ヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか。うん。なあ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのは羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。ピエール滝に追い出された。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。何やったんだろうなこいつ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。今日はもう休むか。なんでスマートボール見てんの。これ遊べるってこと、もしかして。向こう側行けないもんな、これ。あ、行けるわ。これできん？できねえじゃねえかよ。なんでここズームしたんだよ。スマートボールできねえのこれ。スマートボールじゃねえのかこれ。ピンボールかこれ。ソファーで休む。え、ベッドないの？ここで寝てんだ、キムタク。部屋にインテリアを飾ってみるか。クローゼットかスピーカーの上に置いてみよう。おーおーおー、そういやなんかそんな機能あったな。でも置けばアイテムねえじゃねえかよ。でも部屋の模様替えみたいなのできんの、竜が如くとかではなかったもんな。休むか。アメかよ。なんかね、全然関係ない話なんですけど、あと一部の人には全く関係ないんですけど、アイコスあるじゃないですか、タバコの。なんだ、もしもし。新谷だ。今中道通りまで来てる。ああ、ムカつく先輩。ああ、ミジョーレって喫茶店があるな。おい、また急な呼び出しだな。朝から来て悪いな、キムタク。バンク言うなよ。忙しいのが好きなんだろう。まあね、暇よりかはいいかな。じゃあミジョーレ行きますか。そのね、アイコス、もう普段吸ってないんですけど、アイコスをね、いつもグローっていう違う電子タバコを吸ってるんですけど、そのアイコスに俺が昔吸ってたマルボロのブラックメンソールの味って言ったらなんか変だな、テイストみたいなのが出たんですけど、まずくて。全然ブラックメンソールじゃねえじゃんこれっつって、ちょ若干機嫌悪いっすね今日。わざわざね、物置にしまってたアイコス取り出したのによ。ここ上かな、ここだな、ミジョーレ。上って書いてある。よいしょ。おい、しんたい、金くれ。麻雀してんだよ。2万6000円ぐらいあれば。おお、こっちだ。あと、それ元手に増やせるからよ。頼むぜ。金貸してくんねえか。というわけで、サウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、うん、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。分かった、よし。で、そっちが俺を、なんか新しいこと見つかったのかね。新しい情報が入ったんだ。お、まあ、こいつを見ろ。どれどれ。警察がマスコミに公開してな、うん、例のアムール前の防犯カメラ映像だ。ほう、羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。一人逃げるんだよな、確か。この紫の方が死んだやつじゃねえのか。おお、店に引きずり込まれてるのが久米だ。死んだやつか。どうした？
一人やっぱ逃げてるね、全力で。この画面の端を逃げていくのが久米の。えらい鮮明に映ってんの顔。ああ、名前も分かった。村瀬明。村瀬明。久米と同じ強烈関東のヤクザだね。警察の取り調べを受けた後、今もまだ滞在してるんだ。多分近くに強烈会のアジトがあるんだな。よく撮れてるなこの映像。これじゃ頭も言い訳しようがない。完璧じゃねえか。それにまだ続きがある。1時間後、拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てって。なんで店長も出たんだよ。羽村と久米だけまだ店の中ってことか。なんで2人だけ残った。なんで2人だけ残った。さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった、うん、この後裏口に叩き出しみたいなことしか言ってなかったもん、ね、この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。はあ、事件直前の羽村が殺された久米と二人でいたのは間違いない。で、羽村はその後久米をどうしたって言ってたっけ。頭は確か12時頃久米を店から叩き出したと言ってたの、うん、その時自分も店を出てサウナに行ったと。嘘ついてんのか羽村。だが羽村や古文以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ、八神、お前はこのアムールの店長。あ、まあ事情知ってるはずだもんね。先に言っとくぞ。あ、弁護人はあんた。裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんただ。それでも調査のやり方は俺が決める。いや、でもどうせその店長何をガタガタ言ってるんだろう。キムタクはだとしてもだ、あんたに指図される感じが嫌なんだ。クソ、どうでもいいわお前。仕事だろ、やれやお前。事件の関係者、これでアムールの店長が追加されたんだね。羽村サウダゴ店従業員の村瀬明、うん、証拠はこの防犯映像。なんか飲める。いらっしゃいませ。ついでにじゃあカルボナーラでも。ありがとうございました。カルボナーラぐらい食えよお前。お前らパスタ何が一番好き。もう俺は間違いなくカルボナーラだね。ムカつく店だから看板倒しといてやったぜ。すっぽん通りむちゃっちゃいっちゃいますか。お金がね、全然なくてね、まだ遊んだりとかできないからさ。なお前らおいおいおい。キムタク強すぎだろお前、腕力。あ、なんか落ちる針金。これピッキングでしょこれ。やっぱピッキングできるんだこのゲーム。なんか言ったか、なんか言ったか。生卵を床に落としたときは何、生卵を床に落としたときは何。クワドラガーデンで外国人に話し合えてびっくりして。そういうことじゃなくて何、生卵を床に落としたらどうなんの。なんか塩まで見えたんだけど。やばい、車の上に乗ってた。通報さえ、危ね危ね危ね。証拠写真を抑えられるところだった。え、生卵の話もしてくんないの俺。なんか塩をかけると固まるみたいなこと言わなかったっけ。そうなの、初めて知ったんだけど。お野菜の皮むきはアルミホイルでこすると簡単よ。なんでこんな豆知識キムタクのゲームでねじ込んでくるのこの会社。ここかクラブアムール。ここを撮影していた防犯カメラがあるはず。映像の角度からカメラを見つけ、ん、ここがアムールだな。いや、後ろだろ防犯カメラ。ここら辺だと思うんだけど。あれが防犯カメラだ。事件のあった夜、これがアムール前。よし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 。猫の声しない。猫探すゲームみたいになってんだけど。あ、猫ちゃん。ん、お、こんなところに猫がいるぞ。すごいなぁ、歩けるんだこれ。猫で終わりかな。まあこんなもんでしょう。クラブアムールに向かう。店長はまだ店にいるんだろうか。
店長、あれ？ん？おい、誰だよ。あ、店長だ。ここで何してんの？いや、少し話を聞きたくてね。今いいかな？はい。12月3日の事件のこと。椅子がコード踏んでてめっちゃ絡まってた。ああ、俺その日いなかったんだよね。あ、こいつ店長じゃねえの？聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人？ああ、そうそう、うん、店長の名前は？荒垣。荒垣、連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな、ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。うん、あの人昼間は寝てんじゃない？昼間夜勤だし。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。遊び回ってるかよ。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった、じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって？一つ心当たりがあってね。うん、こういう人探しの上手いやつがいる。人探しが上手いやつ。店長の名前と顔はわかってるわけだし、ダメで元々だ。はあ、そんな人はいんの？ありがとうな、助かった。そういえば裏口があるはずだな。よし、裏口から出ようか。ここか。よいしょ。こっから出たって言ってたけど、あれ、ここ死んだとこじゃない？アムールの裏口。防犯カメラ、え、壊れてる。事件の夜、羽村はこの裏口から久米と店を出た。カメラが生きていればその様子が映ってたはずなのに。こんなたまたま壊れてますかね、防犯カメラが。気なくせえな、おい。ん？さて、アムールの店長の居場所だけど、人探しがうまい。あいつの力を借りるか。あいつはいつもの店に居合わせた。ネットカフェ満体に行ってみよう。こんな隙間？出るの。事件の関係者。こっち側には何もないのかね。何もないね。まあ行ってみるか。よいしょ。こんな細いとこマジで裏口だな。こいつはヤクザじゃね？っていうかチンピラにしか見えないけど、一緒に歩いてみる。お前やっぱそうじゃん。分かってる。ふるー、お前壁があるところで俺に飲んだのが間違いだったな、おい。うるぅしゃーれー。よし、たくいい加減にしろよ。こんにちは。いらっしゃいませ。そのままオニオンリング食って帰ろうぜ。殴りがてらオニオンリングを食うキムタク。行くか。こんなとこ来てオニオンリング単品で頼むやつ初めて見た。よし、マイタイだったっけ、マンタイだったっけ。ネカフェだね。あ、もうすぐ近くじゃん。よいしょ。でもだいぶヤクザ控えめだね。こんなこと言うのもなんだけど。当たり前か。今までやってたゲームがヤクザまみれだっただけだもん。ヤクザ控えめだね。そんなにヤクザ出てこない。おほっ、おほっ。それではちょいと。ちなみにこれ、キムタクだけじゃなくて、あの、俺も吸うので、ちょっと長いと思うんでカットしますね。シャワーの値段値上がりするらしい。ちょっと待って、俺の顔。30分200円だってよ。マジっすか。100円値上がりとかえげつないっすね。じゃあ今度から二人で浴びるか。こんなセリフを聞かされたキムタク。まあ寝カフェだもんな。よし、行くか。 EX ゲージ上がりすぎだろ。ちょっと待って。見て左上。2個しかなかったのに。2ゲージ半ぐらい溜まってんだけど、左1本吸うだけで。ここかな。あ、いるいる。やっぱりここにいたか、オタク。お、矢上氏ですか。まさか矢上氏。一緒にゲームしに来たのですか。わけねえだろって。そんなわけありませんね。ちょっとお前の手を貸してほしくてな。つくも？つくも。まずいですよ。こいつはつくも誠。絶対ゲーミングパソコンのつくもから来てるだろこれ。
ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ、うん、察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか。人を探してる。アムールの店長。クラブアムールの店長で。どうやって人探してるんだ。名前は監視カメラハッキングしてそう。オタクだし。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。ネカフェにいるキムタク見れるの、すごいゲームだ。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。三国しか出ない。スマホどうするんだ。おや、おやおやおや、何見てる。八神氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ツイッターか、ユッター。ユッター、ああ、例のキムタクってツイッターやってないよね。やってる。ところがこの僕の手にかかればこいつも人探しツールに早変わりなのです。は、本当か。どうやるんだ。システムに侵入しますので。やめろバカお前。すぐ犯罪。これでよし。は、ツイッターこんな機能あるんけ。この画面を見てくだされ。ん、試しに何か検索ワードを入れてみましょう、うん、まずは名前からですかな。これ見てるか。じゃあ荒垣。次は検索期間を狭めてみましょう。あ、とりあえずツイッターから言ってるってことか。荒垣の野郎5万返しやがらねえ。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。うん。へえ。普通にツイッターで検索かけてるだけじゃねえのですか。場所わかんのがすごいの。もうちょっと絞り込まないといけませんな。って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。ああ、店の名前入れる。カムロ町のクラブアムール。では荒垣クラブアムールで検索してみましょう、うん、結構本格的。ほら見てくだされ、一つに絞れました。あ、10分前パチンコで負けてる。これが荒垣のつぶやきなのか。いえいえ、酒も女も25年ものですが、大きな手がかりになるはずです。おお、何せこれは10分前のつぶやきですから。つまりこの男、なるほどね、矢神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。お前いいやつだな。有効活用してくだされ。お題はいらんのか。助かった。たまには外に出ろよ。助けてもらっといて。お前嫌な一言言うんじゃねえよ。出るわけないじゃないですか。いいね、こいつめっちゃ優しいじゃん。普通に手伝ってくれるんだ。どういうつながりなんだろうね、キムタクと。キムタクなんだけどな、こっちは。つぶやいた男を探す。あ、なるほどね、ジェントル井上を探せってことか。ここら辺だね。じゃあ行ってみるか。道筋出てくれるの普通にありがたいな。結構今までカムロ町適当に歩いてきたからね。カムロ、なんか龍が如くとだいぶ見た目違うな。極み2の龍が如くのエンジン使ってるんだろうな、多分。ドラゴンエンジン。ここら辺にジェントル井上がいるはずなんだけど、あいつか。こいつっぽいな。ちょっといい。あれ、八神さんじゃない。どうしたの。知り合いかよ。クラブアムールの店長を探してるんだけど。ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それで太平通りの方、きっと寿司でも食べに行ったんじゃない。負けて寿司食いに行くの。寿司、パチンコ負けたんだろ。なんでそんな豪勢な飯食うんだ。わかってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。勝ったら何食うんだよ。勝ったらパーッと寿司食うんだろ。もう1万くらい減ってもどうってことないだろ。あれパチンコやってるってこういうのお店なんですか。お金使うのがもったいなくてせっかくなったりするもんなんですよ。はあ、そういうもんか。まあとにかく大変。本当かな、本当に寿司いる。寿司屋さんここか。じゃあもうちゃっちゃと行っちゃいますか。負けた時こそ寿司食うって本当かな。勝った時はパーッと寿司食うもんだと思ってたけど、ちょっとパチンカスの脳みそはちょっとわかんねえな。俺全然パチンコ打たないからね。一回だけ友達に連れて行ってもらったことあるけど、よくわからないまま1000円がなくなって終わったわ。うるぅ、時間食っちゃった。
あ、寿司三昧食いに行ったら、しかもそこそこ高いぞ、寿司三昧。そこそこの大空寿司といえば、荒垣さん、アムール、お前その服で移動してんの？なんだよ、あんた。八神探偵事務所、12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ、ほう、俺よく知らないんだ、悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。送られてたじゃん。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。これかな。これだ。事件当日、あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出てる。もう逃げられねえぞ。その時店にいたのが、もう逃げられねえぞ、被害者の久米だ。あんたなんで言い直したの俺。なんだよ、参ったな。俺なんで出たのか教える。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ、少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや。なんで黙ってたんだよお前。太平通りの寿司屋へ向かう。またローディング入っちゃったよ。もう逃げられねえぞ。へえ、あんたよく店長を見つけたじゃない。まあね、おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何が。えらい偉そうだろお前。いや、すごい足の組み方してないこいつ。膝高すぎだろ。例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ、うん、あんたいきなりね、驚いたよ。その時他の客は、あの 3,4 人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ。聞こえたような気がした。1時間くらい。よいしょ。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。ごめん、全然聞いてなかった。分かってるよ、大丈夫だから。で10時過ぎになって急におかしなことになってさ、ああ、2人になった時だよね。みんな羽村の頭に返されたんだ、うん、店長の俺までだよ。おかしくね。店の中は頭と久米の2人きりになった。うん、ああ。どういうことなの。なんで頭はみんなを店から返したんだ。なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと2人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。うん、また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。この店長からしか聞けないことが今真っ先に聞くべき。防犯カメラかな。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ？ああ。いつから。先月頃。結構前だね。じゃあ酔っ払いかなんかに壊されたんだ。この日のために壊されたわけじゃねえの。まあどうせもともと録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。暴行かな。久米がリンチされてた。よし、あんたは何を。何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。何も言えねえよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの。通報しないよ、バレたらおっかねえし。まあな、自分が狙われるぐらいだったもんな。全然大したことなかったんだよ。え、みんな手加減してたから。手加減、せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。あ、そうなんだ。ボコボコにしたわけじゃないんだ。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどね。まあもう聞かなくていいかな。助かったよ。もういいんだね。店を追い払った時の、そうだね、2人だけ残ったと証言している。もともと防犯カメラは壊れてるどころか録画すらしてなかった、どういうことなんだろう。よいしょ。あ、電話。もしもし。わざわざフェイスカムでかけてくんな。アムールって店を出たとこ、スポン通りの。アムール、松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ。事件の晩、その店に羽村と被害者が2人が入った。
それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ、急ぐ話じゃねえ。なんだろう？とりあえず事務所に戻ってみるか。でも事務所に戻って何なんだろう？誰か来たのか？はいはいでこーら。いやもうまだ金ねえよ。なんでだ、前より減ってんぞ。オニオンリング食ってからか。俺の顔で見えてないかもしれないけど、今2万2000円しか持ってないんだよね。バス線の前に変なカップルいてさ。バッティングセンター？いやバス線ぐらいだったらいけんじゃね。バス線ってここでしょ。吉田バッティングセンター。キムタクのホームラン見たくね。あのバス線人全然入ってねえよな。よく潰れねえな。バス線の話題がすごいぞ。バス線で何かが起こる予感。バス線行ってみよう。でもなんかサブストーリーみたいな一個も起きなくない？もしかしてないのかな、このゲームサブストーリーみたいな。龍が如くだったらね、そこら中にサブストーリーであって本編進まねえよボケって感じなんだけど、どうやらキムタクが如くにはあんまりないらしい。こうか。あ、カップルいる。あれでしょ、変なカップルって。おい！おい！触ってるやん。何してんの？お、喫煙所ある。まあまあ、ここはまだいいから。あ、バッティングセンターできる！UFO キャッチャー？何これ？おい！こんな UFO キャッチャーふざけんな。おい、出口ねえじゃねえかよ。この UFO キャッチャーどこに落とすんだよ。バカが。取るとこあるけど入れるとこねえじゃねえかよ。こういうのがダメなんだぞお前。一番難しいやついくか。とりあえずここ一番難しいだろ。1回300円、チャレンジコース。久しぶりだなバス戦。まるでバットを振る。そんだけ？昭和の怪物。まあ最初は簡単なのかな。あ、マスクしてる。おお、よし、気合入ってんね、キムタクさん。カットバス。お、すごいすごいすごい。はいー。おっ。お前野球もできるんか、キムタク。お、すごい、めっちゃいい音。4点だろ、楽勝じゃん。あ、ツーシーム投げてくるのね。はいはい。ツーシームずれるから分かるの。ほい、あと1点でいいの、楽勝じゃん。あ、これツーシームだ、こっちだよ。ほい、よし。プロスピ、プロスピじゃんこれ。ほい、え、スリーベース。タイミング合わせないとダメか、ここだね。はい、オーケー。すごいな、キムタクって。野球もできるんだな。俺、中居君だけだと思ってた、野球できんの。ふっ、ジャニーズで野球できるの、中居と、中居君と亀梨だけだと思ってた。ふっ、オーケー。ほぼ満点じゃん、9点。めっちゃ嬉しそう。キムタク。プレイパス。楽勝じゃん。500万かけるバッティングセンターないの？ 500 万のバッティングセンター。俺まだやるよ、悪いけど。こういうミニゲーム、いきなりガチル侍だから俺。2レベル行こう。次カーブ投げてくるからな。カーブは多分ね、1マス分ずれるから分かりにくいと思うよ。さあ来い。カットバス、カットバス。あー、遅いんだ。オッケーオッケーオッケー。ナイス、ハムロイン。カーブだったら遅いからそれから合わせればいい。ああダメか。まあ4点取ればいいし、そんなに難しくないかも。ほい、よーし、2点目。あ、これカーブありえない、ストレート。ふっ、あ、これカーブじゃん、わかりやすいな。はい、え、見逃すな、キムタク。これ直球だ。はい、はい、これで4点。楽勝じゃん、ずっとバス戦やっていいよ俺これ。はい、
いや、カーブ見切ったね、完全に。今の上手かったっしょ。いや、パワープロね、配信できなくなったんで、もともとできなかったらしいんだけど、これからは龍が如くで栄冠やります。うれしそう、うれしそう。ちょ、レベル3までやっちゃうか。この昭和の怪物終わらせようぜ、せっかくだったら。なんかポイントもらえてるっぽいし、 SP もらえてる。ホームランコースは多分何本ホームラン打てるかみたいな感じなんだけど、よし、昭和の怪物3本目。見てなかったな、吸収。まあいっか、4点ぐらい余裕で取れるっしょ。全部ストレート狙いだったら4点も入るべ。カットバス、カットバス。あ、5点になってる。あ、なるほど、よし、両方投げてくるんだ、ツーシームとカーブ。これツーシームだ。えっ、ドロップ。魔球すぎ、笑った。ドロップ、魔球すぎだろ。あ、これドロップだ、これ。あ、普通のカーブ。カーブの色じゃねえだろ、あれ。え、5点か。そうそう、気合い入れないとやばいな、これ。ツーシームだ。これツーシーム。これで4点。あと1本。よし。全然いけんぜ。よっしゃ、いった。やったー、ドロップ捉えたー。これドロップじゃね、ツーシームなんだなー。バックルームなっていくのー。カーブは無理。カーブ一番無理だわ。ずらしてくんのがやばい。いや、そこまで落ちんだ。ドロップって縦に3つ落ちるんだ、ね、これ覚えておく。けー、このプレイパスって何に使うんだろう。まあ、とにかく昭和の怪物クリアということで。よし、俺も変態三重士に加わりたいな。どうしたら認められるんだろう。頭おかしいやつしかいねえ。変態三重士ってなんだよ。よし、事務所帰んぞ。